ケニス・ジー・ウェルニッケはアメリカ人の航空宇宙技術者である。ティルトローター機であるベル XV-3、ベル XV-15 及びベルボーイング V-22 オスプレイの開発において主導的な役割を果たした。カンザス大学で航空宇宙工学の学士号及び修士号を取得した。1955年から1990年までの間技術者として ベルヘリコプター社に所属した。1964からは、ボブリヒテンと共にティルトローター機の主任技術者として勤務した。双子の兄弟である、ロット、息子のキース及び、ロットの息子のティムとケントと共に、ラバー製キャタピラを持つ、水陸両用車を開発中である。アメリカ海軍の偵察車両構想に基づく、この車両は、水上を高速で移動できると共に、 陸上では ATV として偵察行動を行うことができる。飛行及びキャタピラに関する特許を取得している。回転翼機製造会社であるカーターアビエーションテクノロジー社の顧問を務めている。1978年にはポール・イ・ハウエター記念賞、1983年には航空設計賞を受賞している。ありがとうございます。